ラグビーの場合は監督が試合中に指示を出さないという、まあまあでももうインカムで全て、ね、当時はウォーターボーイと通じてインカムでこういうこと監督言ってますっていうぐらいしか、試合中結構もうみんな熱くなってて、ペナルティもらっても3点を狙いますから狙わない、まあ2015年の時あったんですけど、上からインカムで狙え狙えって聞いてても、いやもう行くぞって知らんっていう、はい、怒られないですか？いや多分むちゃくちゃ怒られないんですけど